皆さん、こんにちは。内科皮膚科医の友利新です。今日はですね、SNS の中でも話題沸騰中の無印エイジングケア商品について解説していきたいと思いますので、最後までご覧ください。無印、私も結構愛用しているもの多くて、以前動画でですね、無印の愛用商品を、ご紹介した時にも、いくつか化粧品あったんですが、今回はですね、もうエイジングケアのものだけを選んできました。本当に無印の化粧品って、もともとベースがお安いんですけれども、化粧品の中でエイジングの化粧品っていうと、シワだったり美白というような感じのものがエイジングには多いと思うので、その有効成分を入れていこうとすると結構お値段高くなっていくんですけれども、私が今回購入したものは高くても1990円とか本当にお手頃だったんですね。なのでエイジングそろそろ気になり始めたけどまだ高いお化粧品はっていう方にはすごく注目していただきたい商品なんじゃないかなと思ってご紹介していこうと思います。無印のエイジングケアラインっていうのは2種類あるんですね。一つがリンクルケ、要はシワ対策。で、もう一つが美白のものになります。で、美白のものは以前からあったと思うんですが、リンクル系のものが最近発売になったみたいです。今回私が、これちょっといいなと思って選んで購入してきたものがこの3つになります。美白系のラインのもの、そしてリンクルケア用品はシワ用のものが1種類。この3種類を私は購入してきたので、なんでこの3つにしたかっていうのも詳しく解説していきたいと思います。では早速1つ目はこちら。無印エイジングケア薬用リンクル美容液です。こちらもリンクルケアというふうに名前がついているのでズバリシワ対策の美容液になっています。で、シワ対策といったらですね、有効成分3つ代表的なものがあって、ポーラが開発したニールワン、そして資生堂が認可を下ろしたレチノール、各社よく使っているのがナイアシガミドというものになります。で、こちらもですねナイアシガミドが入っています。ナイアシアミドっていうのはビタミン B の一種で表皮にも効くんですけれども、真皮にも効果があるよということで結構ね、お得な成分になっています。なんでお得かっていうと、真皮の方にはコラーゲンとかエラスチンを増やしてくれて、シワを改善するというだけじゃなくてですね、表皮、皮膚の表面の方ですね、に効いていって美白効果を示してくれるんですね。今回は、リンクルケア美容液ということなので、有効成分のこのナイアシガミドは、リンクル、要はシワ改善というふうに効果が、謳われていると思うんですけれども、やはりナイアシガミド自体はですね、しっかり入っていれば美白効果も期待できるんじゃないかなと思っています。なのでこういう乾燥小じわのところっていうのは最近はマスクが当たってですね、ここに炎症が起こってシミができてしまったりとか、あとはこういう目の周りからこの方の高いところっていうのは紫外線が当たるとですね、シミになりやすい場所でもあるんですね。なので全体的にシワ予防というかシワ改善というものを塗りながら美白もできるということではすごくいいんじゃないかなと思います。そしてそれ以外にもヒアルロン酸とかコラーゲンだとか保湿成分もしっかり入ってるんですね。特に水溶性のコラーゲン何種類か入ってます。ヒアルロン酸もヒアルロン酸ナトリウムというベーシックなヒアルロン酸にはなりますけれども、ヒアルロン酸もコラーゲンも肌の水分量を上げていくということで、肌の水分を逃がさないというところではしっかりしたものになっていきますので、小じわ、そして外しわの予防、そして美白という意味ではとてもお得な商品なんじゃないかなと思います。で、プラスですね、これね1490円、だからもう1500円でお釣りが来ちゃうっていうすごくお手頃なものになります。そういうと、じゃあお安いからあんまりこの有効成分のナイアシアミドが入っていないんじゃないって思う方いらっしゃると思うんですが、それがこの無印のすごいところだなと思うのが、エイジング薬用リンクルケア美容液って書いてあるんですよ。この薬用っていうのはですね、実は化粧品には医薬部外品っていうのと化粧品っていうのに大きく分かれます。医薬部外品っていうのは厚生労働省が許可したこの成分はこういう効果が謳えますよ、例えばこれだったらナイアシアミドっていうのはシワ改善に効果がありますよっていうふうに認めた成分が一定濃度入っているということが定められているのがこの医薬部外品になります。薬用っていう表記はですね、医薬部外品でしかできないんですね。なのでこの薬用リンクルケア美容液って書いてるっていうことは、医薬部外品の化粧品になります。
なので有効成分であるナイアシンアミドっていうのは他の薬用いわゆる医薬部外品のものと基本的には同じ濃度入っていますよということが示されているんですね。なので安いのでちょっとしか成分入ってないっていうことにはならないんですよ。すごいですよね。もちろん他のシワ改善のニールワンだったりとかあとはレチノールっていうものよりはナイアシンアミドはじわじわとゆっくり効いていくものではあるんですけれども、基本的には何か赤くなったりとかピリピリするとかそういった刺激もですねすごく低い成分なんですね。なので20代後半ぐらいからシワとかシミとかそこまでまだあるわけじゃないんだけれども、ちょっとずつ予防していきたいよねっていうエイジングケアの入門者の方にはお値段的にもそして成分的にもすごくいいんじゃないかなと思う商品でした。でエイジングケアのものはクリームはあったんですけれども、手に取った感じ少し伸びがあんまりクリームは良くないなと思ったので、私はこのリンクルケアの美容液をチョイスしてみました。続いては2つ一気に紹介しようと思います。続いてはこちらになります。無印エイジングケア薬用美白オールインワンジェル、そして無印薬用美白クリーム AC になります。でこちらはもともとエイジングケアの商品で無印さん売っていたものになります。もちろんこれもですね薬用って書いてありますから医薬部外品になります。美白オールインワンジェルと美白クリームの有効成分っていうのはですねトラネキサム酸とビタミン C 誘導体になります。トラネキサム酸もビタミン C 誘導体ももう何度も何度も私はこのチャンネルでお話ししているので、どちらも美白には欠かせない成分になりますよね。特にトラネキサム酸っていうのは皮膚に炎症が起こった時にその炎症を抑えるという意味ではすごく効果的な成分になります。なので例えば肝斑が気になる方ももちろんですけれども、マスクで擦れて炎症が起こっているっていうような時にはかなり入れていただきたい成分の一つなんですね。でもう一つビタミン C 誘導体はですね、こちらはどんなビタミン C 誘導体かっていうとビタミン C にグルコシドというもので水溶性のビタミン C になります。でちなみにですね、医薬部外品に、認められているビタミン C 誘導体って水溶性のビタミン C 誘導体だけなんですね。で一つがこちらに入っているビタミン C にグルコシドというもので、もう一つがですねリン酸 L アスコルビン酸マグネシウムというもの、この2つになります。実はですねこちらに入っているビタミン C 誘導体のビタミン C にグルコシドっていうのは水溶性のもので、以前はですねこの水溶性のビタミン C にグルコシドっていうのはお肌にのせてもあんまり実は効かないんじゃないかって言われた時期があったんですね。でそれなぜかっていうとビタミン C 誘導体っていうのは、ビタミン C にいろんなものが鎖のようについてるんですよ。でこの鎖を外して肌に浸透させなくちゃいけないんですが、この鎖を外す酵素がですね実は人の肌には少なくって、アスコルビン酸にグルコシドっていうのは意外と肌に乗せても成分として浸透しないんじゃないかというふうに結構言われていて、あんまり効果がないんじゃないって言われていたことも長いんですが、最近の研究はですね、実はこの鎖がの一部分はきちんと肌に浸透していくので、メラニンの酸性を抑制するっていうだけじゃなくて、黒色化したメラニンっていうふうに言うんですけれども、黒くなったメラニンを薄いメラニンに変えていくっていう作用があるんじゃないかっていうデータがどんどんと報告されてきているので、そういった意味ではやはり美白効果あるんじゃないかなと私は思っています。でそのビタミン C 誘導体とあとはトラネキサム酸が入っているこのオールインワンジェルとこの薬用美白クリームになります。ベースはトラネキサム酸とビタミン C なんですが、その他にもこちらにはですねヒアルロン酸がしっかりと入っています。でヒアルロン酸の中でも加水分解ヒアルロン酸、そしてアセチル化ヒアルロン酸というものが2つ入っています。これはですねどういった特色があるかっていうと、ヒアルロン酸というのはもともと分子量といって、要は粒が大きいんですね。なので皮膚表面に乗せてもあんまり浸透しなかったものをですね、加水分解ヒアルロン酸というのはそれをすごく分子量をちっちゃくしたので角質の隅々まで行くように、要は浸透をすごく良くしたのが加水分解ヒアルロン酸になります。
で、もう一つのアセチル化ヒアルロン酸っていうのはですね、保水力、まあ、ヒアルロン酸っていうのは水分をこう引っ張ってくる能力がすごく高いので、その保水効果を通常のヒアルロン酸の倍になってですね、なので長く水を引っ張って溜め込んでおく力が強いものになるんですね。表面にあのアセチルヒアルロン酸を乗せておくと水分の蒸発がしないので乾燥肌を防いでくれるというものになります。皮膚の、まあ、角質層の奥まで浸透しているもので表面に残っても水分を維持する能力が高いものっていう2つのヒアルロン酸が入っているので保湿効果もすごく高いかなと思っています。じゃあなんで私がこのクリームとオールインワンジェルを選んだかっていうと、まず使い心地ですね。このオールインワンは結構こんな感じで出すと伸びがすごくいいんですよ。これからの時期ってベトベトするの嫌じゃないですか。なのでスーッと浸透していく。まあ多少ね、お高いオールインワンに比べたらちょっとベトつきはあるかもしれないんですけれども、たっぷり塗れるなっていうようなことも思ったので、こちらのオールインワンいいのかなと思いました。そしてもし美白だけじゃなくて、そこにあのシワ改善も入れたいんだなというようだったら、さっきのこのエイジングのリンクル美容液を重ねていっても、ナイアシンアミドって結構水溶性だったりもするので悪くない組み合わせなのかなと思います。似たようなテクスチャーなんですけれども、リンクル美容液の方がちょっと重いかなと。なので私だったらもうめんどくさい時にはこのオールインワンジェルとこのリンクルクリームをちょっと混ぜて全体的に使ってもいいのかなと思って、リンクル美容液をまあ使うと前提になったらこのオールインワンジェルいいのかなと思ってオールインワンジェルにしました。とはいえエイジングをね気になる人っていうのは保湿乾燥肌の方も多いのかなと思って、もしオールインワンジェルでちょっと保湿が物足りないっていう方はですね、このクリーム美白クリームを重ねていただければいいんじゃないかなと思ってこちらにしました。そこまでこっくりではないんですけれども、ちょっとね水っぽいテクスチャーのクリームになって塗るとスッと馴染んでいくので、はい、こんな感じです。まあオールインワンでまあちょっと物足りないっていう方は、実はこれ結構水分もねしっかりしてるので、私意外とこれ油分が多いオールインワンにもなるなって勝手に思ったんですよ。なのでこのオールインワンジェルで保湿が物足りないなと思う人は、この薬用美白クリームをちょっとオールインワン代わりに塗って、でそこにこちらのリンクル美容液を重ねちゃえば、この2つでエイジングケアコンプリートかなと思って、私はこのリンクル美容液、そして薬用美白クリームと薬用美白オールインワンゲル、この3つを無印のエイジングケアのラインでは揃えたいなと思って購入してきました。ちなみに一番高いのがこのエイジングケア薬用美白クリームで1990円です。それ以外は全部1500円以下という驚異的な値段ですね。でさっきも言ったように薬用とついてるので医薬部外品ではあります。なので有効成分である美白系だったらトラネキサム酸、そしてビタミン C 誘導体、そしてリンクルケアだったらナイアシンアミドも他の医薬部外品と濃度は基本的には変わらないはずです、一定数ね。なのでまあそういった意味では、まあ、価格破壊というかすごいエイジングケアラインが出てきたなっていうのは正直思っています。ただねこうテクスチャーだったりとか香りだったりとかはやっぱり、まあ、お値段それなりっていうのもありますので、今までエイジングケアはそんなに興味なかったけどそろそろ始めようかなでもななんて迷ってる方は一度手に取っていただけるといい商品なんじゃないかなと思っております。いかがでしたか？このチャンネルでは美容や健康、そして化粧品について皆さんに分かりやすく解説しているチャンネルになりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。さようなら。